WBC 優勝おめでとう。いやもうマジで本当にヤバすぎるよね。もっとまともなコメントしてよ。今回は2009年以来の3大会ぶりの優勝、しかも村神様の復活や大谷さんの活躍など本当にドラマチックな大会になったね。最終回のトラウト対大谷さんの対決はマジでドキドキしたぞ。いやメキシコ戦もアメリカ戦もめちゃくちゃ白熱したし、侍ジャパンの活躍に感動させられるばかりだったよ。本当にありがとう侍ジャパン。まあとりあえず WBC は日本が優勝して大会は幕を閉じたんだけど、僕も侍ジャパンに負けないくらいスカウトを引かないとダメなんだよね。ラーメンに対する対抗心だよ。そんなあなたに素敵なプレミアムスカウト100連を用意してるぞ。少なくとも WBC 関連にして欲しかったよ。まあ誰でもわかるとは思うけど、なんと2023侍ジャパンスカウトがついにリリースされたんだよね。侍ジャパンに選ばれた選手を獲得できる上、今回はなんと大谷さんも登場したんだ。ワールドスターで登場したから侍ジャパンセレではないと思ってたけど、ラインナップに並ぶとは正直意外だったよ。それでしかも、ステータスがヤバいんだ。投手版はツーシームとジェイロスプリットがワールドスター版から追加されてるし、さらに打者版は村上選手超えのパワー88、まさに最強の投手と打者が出てきたわけなんだ。正直どっちも化け物だぞ。というわけで今回は、侍大谷選手ゲットを目指して、広告収益が枯渇するまで引きまくろうと思うよ。前回のミキサーみたいに盛大にやらかすことを期待してるぜ。俺が引きずってるからやめてください。というわけでまずは無料10連から、欲を言えば大谷選手以外にも、湯浅くん中野くんは欲しいところ。まあ阪神純正強化には必須だしね。無料10連で湯浅くんをゲットできたらそれはもう嬉しいよ。そんなこと言ってて前回も結局セレミキしたからね。正直スカウトは恐ろしい。正規なりリターンですけど。侍ジャパンの選手ではなかったけど、中日、松葉選手が出てきたね。リアタイで使えるとか使えないとか。9連目まで松葉選手のみ、確定枠でどうにか大谷さんをお願いします。コナミもわかってるよね。山田哲人。いやこれはめちゃくちゃ嬉しい。今まで散々 A ランクは当たってたけど、まさか侍ジャパン仕様の哲人様が当たるとは。悲しいけどミキサー行きだな。いや話聞いてた。とりあえず第一弾の確定枠は山田選手だったね。この調子でどんどん引いていくよ。というわけでお次は第二弾から、ここからは完全に課金ガチャです。あれ第1弾はどうなったの？第2弾では投手版大谷選手は出ないわけだけど、まあ個人的な意見なんだけど、中野くんがめちゃくちゃ欲しい。いや大谷さんはどこ行ったの？いやどっちにしろ大谷さんはゲットできるわけだし、湯浅くんと中野くんで天秤をかけるとなったら、そりゃ中野くん推しとしては第2弾を選ぶしかないっていうことさ。いや大谷さんが基準というより、阪神基準で考えてる気がするけど。まあしょうもない理由ですごめんなさい。さらっと流してるけど給料飛んだぞ。というか B ランク選手さえも侍ジャパン仕様は出なかったね。ここまで来たら1周回って運が良すぎる。いざいいわけではないと思う。まあ阪神純正強化のために中野選手はいいんじゃないかな。いずれにせよそのうち必要になると思うし。前回はイチロー選手に岩田さんの2枚狙いだったけど、今回も大谷さんに中野選手をゲットする必要がある上、しかも、カズマ様も取っておかないとダメだからな。なんか1人増えてませんかね。まあとりあえず今日は大谷さんが出るまでエンドレス課金。僕も侍ジャパンに負けないくらいの神引きを見せていくんじゃあ。これマジでエンドレス課金ですかね。エンドレス課金だぞ。いやもう気づいたら30連目だよ。このままだと平気で5万10万飛んでいきそうで怖い。まあ確定枠だしここで終わるかもよ。言われた試しはないけどね。演出もなかなか熱そうだぞ。確定枠でどうにか大谷さんと中野くん、この二人をどうにかお願いします。ニコ。いやもう全然2枚引きして OK。 なんなら湯浅くんも出たりしないかな。回数が違うけどね。吉野部さんの A ランクだぞ。一瞬 S かと思った。まあ A ランクでも全然嬉しいよ。なんか吉野部さん率が高いけん。そう話してたらもう6人目。この感じだと確定枠1人だけだぞ。逆クラブ回収ありがとうございます。体勢はガチ。いやここに来て2枚引き。この流れで確定枠はいい引きができそうだよ。確かに体勢くんを2枚引きできるかもだな。体勢くん狙いではないけどね。伊藤さん来たー。いやー確定枠で大勢くんと伊藤さん、まさか両取りできるとはな。これはかなりいい引きだったかもね。もうスカウトやめたい。いやなんで落ち込んでるの。いやだってこの二人の A ランクがさ、なぜか今シーズン1枚も当たってないんですけどー。でもどっちにしろミキサーするんだし2枚引きはありがたいんじゃない。いやー最高の神引きでした。ミキサーするって言ってたよね。まあスカウトから出るまで引き続けるんじゃないか。それだけは勘弁してください。まあ30連目の確定枠も終わってしまい、いよいよ確定枠2周目に突入するよ。とりあえず60連目で終わらしたい。もう40連と50連は捨ててるんだね。いや期待なんてできないよ。前回も90連目まで基本外れまくったし、当チャンネルは飯馬動画を作るためにスカウトしてるようなものだからね。いやだ、需要があるの。てか演出がなかなか渋い。これはまさかまさか。
当然のごとく爆死なんです。確定枠以外の引きが弱すぎる。次は50連目。まあここらで引いておきたいところだけど、ただ演出が渋すぎる。まあまあここまでの演出なんて全然関係ないけどね。最後の最後で笑えばそれでいいんだ。最後の最後で笑えばいいんだよ。タッチの最後なの？というか60連目も爆死する前提になってる気がするけど。というわけで60連目。もう大谷さんと中野くん引いて終わりにしよう。ニコ。いやもう終われるならここで終わりたい。前回もなんだかんだ110連引く羽目になってしまったし、もう僕のお小遣いもそろそろやばいんだよね。中野くん出てきたね。S ランクならどれほど嬉しいことか。まあこれも伏線と。手に前に来たー。巨人の桑原さんだな。侍ジャパン選手ではなかったけど、まあこれはこれで演技がいいってことで。というわけで運命の確定枠、ここで神引きを見せるんじゃー。大谷さーん。いや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 、やばいやばいやばい、うわー。いや本当に60連で出るとは、これはうまくできすぎだぞ。いやいや夢の大谷さんだよ。もうまさか確定枠で出てくれるなんて、正直もう動画投稿やめてもいい。もはや日ハム純正でもいい。いや阪神純正は？いやもう大谷さん出ちゃったね。もうこの動画の趣旨も達成されたわけだし、今回は、ここで終了してもいいかな。中野拓夢くんは？中野拓夢くんは？中野拓夢くんは？うわー。正しい選択でよろしい。まあ今のところ大谷さんを取った神引き動画になってるから、飯馬動画になってないんだよね。いや別にならなくていいけどね。まあ僕も阪神純正の端くれ、中野くんを引いて本物。まあ中野くん引けたわけだし、一応神引きではある。なお B ランクな件。というわけで80連目、もう絶賛沼に突入中です。大谷さんでやめておけば。勝てたの誰だっけ？いやもうここで終わらせてください。当然のごとくやらかすと。というわけで90連目、運命の確定枠。これ以降は本物の沼スタートだからね。引けるものならここで引いておきたい。いやもうガチで引いておきたい。中野くんと大谷さん引いてにっこり終わっておきたいところだよ。いや演出は？もう演出からも見捨てられたぞ。コナミにも見捨てられると。まあ90連目の確定枠だし、とりあえず侍ジャパンの選手は確定だから、ワンチャン中野くんもありえそうかも。いや演出も演出だったから、正直ここでいけたらうまく行きすぎだよ。じゃあ中野くんは必要ないね。いやめちゃくちゃ欲しいけど、それではついに確定枠、ここで中野くんを引いていくんじゃー。いや中野くんマジで来たー。コナミさんこいつです。いややってないから、神引きしたら毎回疑うのやめてほしいよ。いや中野くんも引いてしまうとは、まさかの有言実行だよ。いやもうまさかまさか、60連で大谷さん出てきて、しかも、90連で中野くんが出てくるなんて。まあ本来の予定では200連させようと思ってたけど。知らないところで割と怖い話が進んでるけん。まずは今回ゲットできた大谷さん、パワー88まで強化されるというぶっ壊れアーティストがチームに加入したよ。しっかりモデルビュアーもムキムキになってます。モデルもメジャー仕様ですよっと。そしてお次は90連目でゲットできた、我らが阪神中野くんです。まあ阪神純正強化には必須だよね。ミキサーやらかしたしゲットできてよかった。あとは30連目で出てきた伊藤さん、そして WBC 大活躍の大勢さん。大谷さんと中野選手も十分神引きだけど、正直ここら辺も十分神引きだと思う。いやーもう狙いの大谷さんと中野くんが90連で出てきたわけだし、僕としては本当に神引きだったよ。じゃあ次回は大谷さん5枚取り200連をするしかないな。いやまだ引かせるつもりなの？